今日はこれは第16回の政権構想会議を開きました。今まで3度の提言をしておりますが、今回はいよいよ選挙も近いので自由民主党の基本姿勢についてお諮りをいたしました。で、我々はすでに民主党と違って綱領を持っております。綱領は党の政党としての性格、そしてこの政党がなすべき政策の基本的な理念、そしてそれで政策を行った場合にはどのような国家像になるのか、この3つのことを明確に書き分けているのが自民党の綱領です。で、この綱領に従って、政権公約、民主党的に言えばマニフェストというものができるわけですが、その間をつなぐようなものをね、簡単に、演説の時に使える自民党の各班の基本政策を、谷垣さんの思いということでまとめてみようじゃないかということが前回の政権構想会議の時にありました。で、その後総裁が私と相談をされて、作り上げたものを政権構想会議の顧問を務めておられる4人の総理に、私が個別総理経験者に個別に回りましてご意見を伺って、一部修文をしたりいたしました。そして、我々の中の幹事ですね、これは石原君、林君、それから野田聖子さん、それから加藤勝信君と河野太郎君との間で議論をして、そして今日、総会的な全体会議におかけをして、そしてご了承いただいたものが皆さんの手元に、配られている自由民主党の基本姿勢ということです。で、1番目は我が党の政治に対する基本姿勢、マニフェストでいい加減なことを言って主権を預かるというようなことはいたしませんということですよ、率直に言えばね。それからいずれ、サンフランシスコ条約発効の日に、発表いたしますが、すでに自民党の憲法原案はできておりますから、憲法改正し日本らしい日本を確立すると。そして、何よりも我々は民主党のような官が責任を持ってばらまきをする政治ではありませんから、自己責任原則のもと個人の自由、民間の活力、地方の判断を尊重する国づくりを行うと。そして地域社会がやはり日本の伝統文化の原点でしょうから、地域社会を再生し日本の美しい自然を守ると、同じような意味で家族、地域、国との絆を大切にする有徳で勤勉な日本人の心根をしっかり守っていく教育をするんだと。で、外交では人類共通の人権、あるいは飢餓、環境、その他の価値に貢献する外交をする。何よりもやはり日本の安全保障を考える場合は日米関係を基本としてアジアを大切にしながらやっていくんだと。そしてその共助、公助は自助を補うものであって、自助をいい加減にしておいて公助ばかりをやるというような政策は取りませんということを言っているわけですね。で、今経済の再生と成長のため民間がやる研究技術開発を推進して、東京都に首都機能だけではなく民間の本社機能等も集中しているのが、もしこの直下型地震など、あるいは日本の管理機能は壊滅しますから、こういうものを少し地方分散させていくということなどを中心にですね、日本銀行が金融緩和をした受け皿をやっぱり作っていかないといけないんだろうと。
それからそれによってデフレから脱却ができるわけですから、あとは無駄を省き、財政を税制改正により財政を再建をしていくと、まあ、これが谷垣さんの考えている基本的なことです。そしてこれを踏まえて、茂木君に政権公約をこれを肉付けしたものとして作ってもらいたいというのが今日の結論でした。先生方からもいろいろなご意見が出て、ところどころまたそれをこのどこを直したということは具体的に申しませんが、手を入れて、修正をされています。だから原案が一部のメディアに原案の一部を書かれたと思いますが、かなり内容は変わっておりますので、確認をされて、これが最終版だということです。はい、以上です。あとはまあ、地方の皆さんや政界の先輩である加藤さんや糠川さんたちが感じておられる、その今後のまあ何て言うのかな、自民党の政局運営の姿のようなものね、これはあとでまあ雑談的に意見交換がありました。で、谷垣さんにですね、これは俺の考え谷垣定和だというもんだよと、あなたはあなたの顔を出してあなたの考えを出して党を引っ張っていくんだからと、そういう意味でこれをの 作っているわけだから、 あとはあなたの思いを記者の皆さんに率直に話してあ、げなさいと言ってありますので、このあとぶら下がりに踊ると思いますから、私はもう事実関係だけ今日申し上げておきますので、ご質問その他は谷垣さんにしてあげてください。以上です。はい、ありがとう。